翌日20日に福島第一原子力発電所を訪問すること、これを予定しております。えー、廃炉をまあ着実に進め、そして福島の復興を進めていくために、アルプス処理水の放出は先送りできない課題であります。えー、漁業に対する影響を可能な限り抑制する観点などを総合的に踏まえ、 国として判断すべき最終的な段階に至っていると考えています。